マリオカー、ウィー。はい、どうも、シアンです。はい、今回もね、こちらのマリオカートウィー、CTGP レボリューションやっていくんだけど、押そうと思った瞬間変わっちゃった。これやめてほしい。なんなんだこれは。押そうと A ボタンを押そうと思った瞬間にウィーって出るっていうね。マリオカー、ウィーヒー。はい、2パターン目はなんか知らんけど、マリオがテンション上がってる。そしてこの、シアン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 。さあ出ました、シアン4同盟ができております。さあこれ普通の、もうね、最上級のシアン。これ、まあまあ、最上級じゃないかなっていうシアン。これ、ちょっと80点、いや、50点ぐらいかなのシアン。あ、もうこれ0点だ、もう欠点のシアンだわ。あ、もうこれ欠点だわ。もう絶対これ落ちるパターンだ、受験に。なので、俺はこれを行こう。シアンだ。最高のシアンで行こう。そして最高のシアンでウィンミヒーに繋ぎましょうか。VS7561。あ、惜しい。これ6を5と入れ替えたらナムコ1になる。ナムコ1になる。業界でナンバーワン。やっぱこんなにもいるけど、俺はマリオを使おうか。他の奴らは、ちょっと自分の好みに合う人がいないということで、やっぱ俺はおじさんが好きっていうことで、マリオ使おう。俺はピーチ、いや、違う。俺はおじさんが第一に好きなんだ。そう。この人間界でおじさん第一。来た。なんか知らんけど、いい部屋。いい部屋じゃないか？いい部屋ネット大東建託で調べたから、オッケー。アメリカ、カナダ、日本。うん。海、太平洋。CT、レイカ、日本。海、日本、日本、日本、違う、ドイツ、海多い、海が多い、圧倒的な海率。なんだろう、みんな深海で、深海洞窟とかでなんかマリカしてるのかな、この人たち。ちょっと感染するかな、じゃあ。しばらくお待ちください。わかりました、わかりました。お待ちますよ、待ちますよ。もう、それはそれは待ちたいと思います。もうね、俺の時間はまだまだあるから、もう夜ご飯の支度ができるまで待ちます。さあ、なんだろう、スイッチレッドル。この人、海に立てた人じゃない？海に立てた人じゃないか。パンタシア、パンタジア。なあ、何、崖映る、崖映ってる。なんだこれは？何これは？あ、今あそこに走ってますよっていう、ちょっと国語のシミュレーションの勉強方法みたいな感じが。あそこに今どんな状況が起こってるでしょうかっていう、ちょっと考えさせるっていう国語の勉強。おー、ショートカットしたらー、ああこういうパターンか、この人ズタボロだぞ。大丈夫かな。ちょっとこの人はちょっと、うん、まあ、頑張っといて。ちょっと他の人見る。お、いいじゃんこれ。ピーチの後ろ姿最高じゃん。なんなんだよこれ。もっと早く見とくべきだったわ。さあさあさあ、おお、大ジャンプ、大ジャンプ。おお、行ってるね。なかなかに行ってるね。あ、今のはちょっとやらしい意味の行ってるじゃないんです。はい。普通にピーチが進んでるという意味の行ってるなんでね。おお、今の爆発回避素晴らしい。さあ、行ってます。おっと、抜けるかな？ツイッチさん、さっき見てた人だ。ツイッチさん抜けるか？抜けなーい。まだ一周残ってる。さあ、頑張れ。リーチ頑張れ。行くぞ。行けるぞ。頑張ればいける。やれ。松岡修造も見てる。ちょっと他の人見よう。おー、デイジーか、他の人見よう。おー、ピーチ、他の人。あー、ゴリラに興味はない。うわ、こんなロリはいらん。うわ、巨大ゴリラもっといらん。おー、さ、マリオだ、やっぱマリオだ。やっぱマリオ見よう。よし。さあ、おっと、赤コーラ2つをマリオは、おー、当たった。マリオの帽子だけ見たら赤コーラに見えるな。マリオの帽子が赤コーラ。さあ、相手はなんだ？トゥルルルン、トゥルルルン、トゥルルルン。サンダー決まる間もなくサンダー。なんで、かわいそうだな、この人。いや、自分が、トゥルルルルンって言ったから多分来たんだろうな。さあ、誰か回線落ちたかな？なんか11人になってるけど。さあ、お、スターで逆転を狙ってる。ゾーダいけるか？いけるのでしょうか？
そう、アイテムが取れない。アイテムが取れない。この人最後に乗れない。大丈夫か、大丈夫なのか、生きるか、生きるのか、生きるのか。行きました、ゴールイン。もう一周残ってなーい。お、喜んでるってことはまあまあかな。まあまあだな、これね。さーて、さっき走ってた人が誰か見てなかったな。マリオ使ってた人誰だっけ？マリオ使ってた人が誰かわからなかったけど、まあ、まあ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 。コースはやっぱね、俺は長いコースが好きだから、ここ行こうか。このレインボーロード、ソーラーバージョン。虹道太陽バージョン。この中で得意なコースはね、今んとこパンチシティかな。パンチシティはなかなかに行ける。あとパンチが効いたシティっていうことだからパンチシティなのかな。そっか、コンソメパンチばっか売られてるからパンチシティっていうのかな。それともパン、よし。ディストリクト65はなんか前も走った気がする。100cc だからな。車は 150cc で走ってるっぽいけど。さあ行くぞ、ブングルワッホー。ヤッフー。レッティゴー。レッティゴー。行くぞこう。うまいこと車線変更しないといけない。そう、もう俺は車乗る練習してる。これ車線変更の練習。よし。うまいこと車線変更するぞ。よし、オッケー。車線変更。よし、オッケー、オッケー。うちのお母さんは全然車線変更ができない人だ。うん。もうあらかじめ左行くときは絶対に左レーンをあらかじめ走っとくっていう、そういう人だけど。この車線変更の難しさを改めて感じさせるレース。さあ、65キロで走ってくださいと。わかりました。この辺でそろそろ車線変更してた方がいい。車線変更よしよ。車線変更とりあえずしといて。遅いな、100cc やっぱ。来てる。車線変更。車線変更。ウィンカー出して。オッケーオッケー。ウィンカーは出した、出した。うん。みんなの画面では見えてないかもしれないけど、俺の画面ではちゃんとウィンカー出してたから、はい。なんか嫌な、違う人じゃないんかい。なんか8やってたら、なんか狙われてなくても警告音が鳴ってるように錯覚してしまう。ドッ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 ドーン。近道。さあ、皆さんが、うん。そう、みんなのトイレとかで出した排泄物とかが流れてる下水道に入ってきました。さあ、これは後でオートバックスに行かないとやばい。オートバックスでタイヤ綺麗に交換してもらえないぞ、これ。絶対次のレース臭くて走れない。おお危ない、危ない。どっち、どこ行くの、ここは、こうか、オッケー、オッケー、オッケー。うわー、うわー、たた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 た、オッケー。あれ、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 オッケー、オッケー。なんとかスターを取れた。ヤッヒーヒーヒーあ、落ちた。なんかお尻みたいな穴に落ちた。あ、ピッと一緒に落ちたな。よしよしよし。こうだ、オッケー。で、ここでこうって、この辺でこう斜めだ。よっしゃ、オッケー。さあ、このアイテムにかける、アイテムアイテム、キノコでお願いします。やったやった、来たわ、アホホ。ヤッフー、これで、なんとか、このマッシュルームエネルギーかける2で、行こう。マリオパーティー2に出てきそうなキノコ。キノコパーティー2。ここで使う。よし。さあ、アイテムスター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 スタ、おーっしょ、オッケーオッケー、すごいわ、来てるわ、これ。完全に来てるわ、これ。すごいわ、ギャンブルで勝てるぞ。さっきは負けたけど。さっきは負けたけど、今回はギャンブルで勝てる。さあ、まだ当てるぞ。キノコキノコキノコ、うわー、外れたわ、俺。一瞬にして夢が散ってしまったわ。危ない。どこで使おうかな、これ。もうそろそろゴールだもんな。ちょっと使っちゃおう。そこで、いやっふふーして。さあ、最後のアイテム、最後のアイテム、アイテムどころじゃない、落ちたー。下のレーンに行ってしまったー。戻ってきた、戻ってきた、よかった。戻ってきたのはオッケー。さあ、これはやはり最初は11時で始まってしまうのでしょうか。さあ、キラーを使った瞬間にチーンとなってしまったー。俺の順位がチーンだった。ドーナツ食べよう。これ美味しいよ、このドーナツ。このね、おやつドーナツ、おやつリングドーナツっていう山崎のね、このミニサイズでね、このチョコレート味がね、俺は好きなんだけどね。あ、来たわ、これもう来たわ。勝ったわ、もう勝ち確だわ、おい。待って待って待って待てや、勝ち確って言った瞬間、ピンプンピン言わんとって。お、ま、止めれないから今、無理無理無理だから、無理だからね。です。もう集中できない。集中できない。集中させろや、ボケ。この野郎。
せっかく勝ち革命なんだからさ、勝ち革命なんだから行かせろってもらえられたし。待て、ピンプピン、黙れ、黙ってくれ、頼む。ここはこうやって、この辺、力が抜ける、力が抜ける、うるさい、うるさい、うるさいんだ、うるさいんだよ、黙ってくれ。いいや、気にしないようにしよう、気にしないように、気にしないようにしよう。どうした、トゲゾーか。トゲゾーはもう持ってても仕方がないから投げよう。トゲゾーを保持する意味があんまり俺はよくわかんない。セブンとかエイトなんかはわかるけどね。真後ろで投げたら巻き添え食らえるし。150だからうまいこといけるかな。おらー、いけるぞ、これはいけるぞ。さあ、前の奴らをちょっとね、この反射で虹っていうの成り立ってるから、水ぶっかけてね、ちょっと濡れさせたいな。あー、水と電気は全然ダメ。ほら、よし、オッケー。さて、アイテム取らないといけない。アイテム。俺にはやっぱアイテムという名の存在が第一な。そう。マリオという存在よりアイテムという存在の方が大事。やったー。さあ、アイテムなんだ。キノコ。よしよし、勝ち革命だ。勝ち革命だ。これぞ勝ち革命だ。勝ち革、略して。うん。勝ち革命、略、あっちの方が本物のマリオっぽい。そんなことはない。俺が本物のマリオだ。そうだ、マリオだ。俺が本物のマリオだ。うるさーい。ピンポン、ピンポン言うな。ピンポンダッシュかよ。おい、おい、おい、おい。さあ、8位か、8位じゃどうしようもないな。どうしようかな。キノコか。キノコ飛べるっけ？飛べなかった気がするから飛ばないでおこう。さあ、このキノコでまだまだいける。まだまだいけると。俺はどんな時でも諦めずに頑張って8位を取り続けた男だ。まだまだいける。そう、もう、実質いけてる。ほら。ほら。ほらほらほら、いけた。いけたよ、8位だよ。あ、9位ダメ。あ、9位ダメ。あ、俺の今回の目標8位だから。8位だからさ。ちょ、目標は高く8位。さ、目標というものは高く持たない。あー、やばい。目標は高く、8位だ。8位でいいんだ。そう、オッケー。この状態をキープ。これで俺の目標は達成できる。今年の目標、8位。さ、何事も8位を取ろう。テストの点数8位。テストの点数も8位。そしてテストの G も8位。ロジカテストの点数を2回8位って言ってしまった。さあ、5位か、5位とダメ、5位とダメなんだ。8位なんだ。俺がもう取りたいのは8位なんだ。いや、6位もダメ、8位。8位だからね。CT レイカさん。CT レイカさんちょっと待ちよ。あ、待たなくていいんだ。そうか、待たなくていいんだ。8位でいいんだ。あ、そうだった。俺8位でいいんだ。あ、なんで楽なんだろう。あ、もういけてんじゃん。ダメだな。あ、このキノコでなんとか8位に戻ろう。8位に戻ろう。よしよしよ。じゃ、今回の目標5位でいくか。5位でいこう。よし、5位。俺の目標はすぐに変更する。そう。テストの予想点も、ちょっとこれダメだなって思ったら、80点から70点に下げたりする人だから。よし。やっぱ8位でいいや。やっぱ8。目標8。よし。目標8で、あ、やっぱ7位でいいわ、8。あ、8位、やっぱ8。あ、やっぱ7位。うん、俺の目標7位ね。あ、やっぱ7位ね。うん、7位ね。よし、7位。よし、オッケー。さ、アイテムなんだ。キノコか。ピンポン、ピンポン言うな。よし、オッケー。あ、俺の目標6位ね。はい。よし、よし、よし、よし。あ、やっぱ5位。やっぱ5位だ。あー、4位。やっぱ4位。さ、アイテムなんだ。最後。あー、これか。まあいいや。ちょ、やめろ。あ、やっぱ3位。やっぱ俺の目標3位。うん。8-5 で3位。よし。やりました。目標クリアです。やったわ。今年の目標 OK だわ。もうこれで心置きなく年越せるわ。現在2015年です。いや、2016。どっちだっけ？え？待って。平成26年。え、今何年？今何年？わからん。よっしゃー。最終レースか、これが。これ最終レースにしよう。もうちょっと疲れてきたから最後にしよう。とりあえずこのレースで決める。よっしゃー、ゴリラどもが、タンクトップゴリラどもが来てる。すごい、ラララライみたいな感じの、ラララライみたいなゴリラがいる。この赤コーラちょっと投げよう。ごめんな。あ、ごめんな、同僚ごめんな。当たらんのかい。おい、待てや、同僚。おい、同僚。中学時代一緒に過ごしたろ、お前。あー、ここ、よし、こっち、危ないからね。よっしゃー、全然あかんかったけど、なんとかいけた。
ちょっとスリップさせよう。あ、スリップしないんだね。ボム兵は、あー。ヤッフー、相手も当たった時とミニターボ出した時の音が一緒。そしてウィリーの音も一緒。さあ、キノコ落とさんかったか。前の人持ってると思ったんだけどな。まあいや、とりあえず、なんか来てる、なんか来てる、あんた、あたたたた、どこ行けばいいの、こっち。さあ、同僚がたくさん。ちょ、これ、使わないとやばいでしょ。やばいでしょ、絶対。どうしようかな、登るか、登らないよ、こう。アイテム優先で行こう。アイテム優先。さあ、なんでしょうか、なんでしょうか、と言ったところで、キノコ3つ。来てるかな、何も来ないな。よし、オッケー。さあ、来た。あああああ、慌てて、慌てて、なんか跳ねてる人がいた。あ、これショートカットしよう。なんか赤さ持ってるっぽいけど、まあ、気にしないでいいよね。うん、気にしない気にしない。気にしちゃ負けですよ、人生なんて。さあ、最後のアイテム。あ、頭になんかつけてる人がいる。頭になんかつけてる人がいる。あ、オッケー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 です。さあ、ボム兵で爆発し、ボム兵をまた爆発させるっていう。このボム兵二段画面。そう。足軽戦法。ここ。あ、あ、まんまと罠に引っかかった。あ、危ない、危なかった。危なかった。ふっふーしか言わない。ミーとってもふっふーしか言わない。さーてと。やったぞ、オッケー。97点。はい、今回のね、テストの点数97点ということで終わりまーす。ご視聴ありがとうございました。さようなら。ここまで見てくれたみんなに一つだけ協力してほしいことがあるんだけど、まあ、簡単に言うと、このチャンネルをね、登録してほしいんだよね。うん。で、パソコンで見てる人は、この M と L に監視されてるチャンネル登録っていう、何のひねりもないこのボタンを押してください。で、スマートフォン、タブレットで見てる人は、この動画のタイトル下の、赤いチャンネル登録っていうボタンを押すか、グレーで、チャンネル登録って書いてあるボタンを押すかで登録できるんでね、ぜひお願いします。